こんにちは、億万長者合宿の久保でございます。大和くんのおもちゃ、ついにね、でっかいこのボールハウスを買いました。ボールハウス見えます？この家ですよ、ボールがこうね、あるやつ。これね、気に入ってくれてるかな。こうやってボールが入ってますね。で、この機関車ね。で、この前ですけども、これアンパンマンの滑り台じゃないですか。で、向こうには手押し車ね。まだまだ買ったもんあるんですよ。このボールハウスのボールだとやっぱね、そこそこ金額するんで、あともうちょっと買わないといけないんですけども、もうね、200個ぐらい買わないといけないですね。まあこれも高いですからね。はい、さまざま撮らせていただきましたけども、よいしょ。おかげさまでね、あのペイペイポイントってのがあるから、なんかこう、何か商品買っちゃペイペイがバックされて、ポイントが貯まったり T ポイントが貯まるから、それのポイントでまた買うってことを繰り返したら、どん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 物が増えましてね。で、総額いくら買ったのかちょっと想像がつかないんですけども、やっぱりその何割かはポイントバックで買えたんですよね、きっとね。もちろんポイントで買うから、多少価格が最初から上増しされてる可能性もあるんで、一番安くて一番ポイントの、割合が高いやつを選ぶんですよ。私もね、情報を駆使して。まあ、ですんで、時にはメルカリも比較して、中古品よりね、安い新品ってのがもう結構見つかるんですよね。うん、やっぱりこうデフレの世の中っていうか、今、そういう感じで手に入らないものがないのと、手に入らないものがないのと、飲食店とか普通の店舗さんでもペイペイをやってるところありますよね。今やクレジット決済で高い手数料をクレジット会社に払うんじゃなくて、ペイペイでお得に決済して、しかも導入がむちゃくちゃ簡単と。私の会社でもペイペイ払いやってますからね。情報商材でペイペイですよ。だからなんか何万とかね、十何万とか銀行送金しなくても届くわけですよ。すごくありがたいなと思います。ちょっとね、私、ぼんやり考えてることがあるんですけども、生活保護の方が仕事をして例えば2万円の所得を得たら、それはちょっと控除されて生活保護がちょ、まあその分だけ給付額が安くなるっていうのがあると思いますけども、これ仮にですね、ペイペイポイントとか LINE ペイとか、もっとその他のマイナーないわゆる仮想通貨系のね、電子マネーで報酬を払ったらどういうふうになるのかなっていうふうにぼんやり考えちゃいましたね。まあどちらにしてもですね、今何を買ってもポイントが返ってきて、さらに買い物ができちゃうということで、消費税 10% になりましたけども、なんかそれ以上の企業が努力してね、それ以上の恩恵が入るようにやっぱやってくれてるなと思うのが感じられます。ですので今の時代、商売をやってる人はペイペイ導入しなかったらもう圧倒的に損で、倒産がすごく近いなと思いますね。会社もそうですし、消費者もそうですよ。消費者も我々はこういった制度を巧みに利用して、買い物は常にこのペイペイポイントがあるところとしかやらないとかね。で、しまいにはあれ、セブン銀行なんてのはもう乗っ取られちゃうでしょうね、吉谷さんね。だって本当にセブンアプリの中にペイペイが入っちゃって、セブン銀行いらないじゃんって話ですよ、本当に。いや、すごいですね。おそらくね、セブンイレブンとソフトバンクはこれね、合併するか強力な業務提携するんじゃないですか。で、ソフトバンクの携帯電話一強とかになっちゃうのかなと思います。まさにね、携帯電話でもペイペイポイント入りますしね。かといって高いわけでもないですからね。すごい時代だと思いますね、大和くん。ね、大和くんは物心ついた時から多分現金ってものをほとんど見ずに、すべて電子決済するでしょうね、暗号通貨決済とか。だから私たちも電子決済とか暗号通貨に強くならなくちゃいけない。強くなって教えれるようにならないね、親が子に。で、社会に出て学校とかいろんなコミュニティで、まあいろんな教育があると思いますけども、それが全部時代遅れって思わせるぐらい情報とか教育で先行しておかないと、やっぱりね、子供を社会に危なくて出せないなって気がしますね。賢くなるんだぞ。当然私はトレードもビジネスも YouTuber としての、なんかね、全てをマスターした上で、やっぱこうね、10歳とか思春期を迎えていただいて、社会にね、リーダーシップを持って挑んでもらいたいなと思います。今はね、まだ
パパも喋れないですけど、パパパパパパ言えないですね。矢印、指差し確認が最近多いですね。じゃあ、いってらっしゃい。そんな感じですね。